松山で一番大きな事件が起きたのは金本。わしちょうどもう引退してた。文野さんに話、先輩だから聞きよったら、お今日金本スターなんですかみたいな。あいつね、いい時に怪我しやがるんだよ、言ったのよ。そしたらさ、外野の守備練習してたら、芝生と芝生の間線引いてある。そこのところにね、ちょっと盛り上がって、そこで捻挫したの。ひっくり返るよ。捻挫だったっすね。捻挫よ。違いないよな、お前。わしがお前嘘ついておいても残ってないかも。いやいやいや。捻挫で捻挫したの。トレーナーにどうしたらいいかと思う。オープン戦でお前無理してもいけんけ、今日はもう監督に当されて休め、いやもうこれ以上怪我でどうやったらもうダメですよ言って、うん、だけどやっぱトレーナーが止めたのよ。で三村監督に言ったのよ、怒ったの、こうこうこうですよ、言ったらもうお前みたいなのいらない泳いで帰れ、マネージャー垂直線の切符なんか取らんでって言ったら、かかれもわあ泳いで帰れどうしようかな思ったらしい、本気で考えたらしい。泳ぐの、なんでやろ、金槌泳げない、ほんまに金槌だった。